はい、どうも、サトルです。今回はサックスのアンブッシャーを噛んでしまう時の対処法についてお伝えしたいと思います。サックス吹いてるとですね、まあ噛んじゃってここ痛くなったりとか、そもそもあの音が潰れてしまったりとかですね、まあする人すごく多いですよね。で、僕も中学校とか高校の頃に吹いてた時は、音がですね、もうずっと潰れたような音で、なんか全然いい音しないなって思ってました。で、その原因っていうのはそのアンブッシャーを噛んでしまって、リードが自由に振動できない状態を作ってしまっていることっていうのが一番の原因なんです。この動画、サックスヒデさんっていう方からですね、リクエストいただいて、撮ってるんですけれども、アンブッシャー噛んでしまう、原因からちょっとまず行きたいと思います。で、アンブッシャーを噛んでしまう原因っていうのは、大きく2つあると思っていて、思っています。で、1つは、その音を出すために必要な息圧が出てない。っていうこと。で、もう一つが、音量を小さくしなきゃいけないから、まあ、通る息の量を減らすために噛んでると。この二つが考えられます。で、それぞれちょっとまあ対処法というか根本的なまあ問題はちょっと違うんですけれども、要は息がちゃんと出てないから、もしくは制御できてないから、噛んでしまっているわけですね。サックスってのはですね、あの楽器の作りがちょっとテーパー楽器っていう形で、特殊なので、それぞれの音に必要な息圧だったり、息の量っていうのはちょっと違うわけですよ。で、その息の量っていうのを調整しなきゃいけないんですけれども、まあその時に大事になってくるのは息圧なんですね。で、楽器って長くなければなるほど抵抗が大きくなりますし、短ければ短いほど抵抗が少なくなります。で、さらに言うと、テーパー楽器って、先に行けば行くほどこう広がっていって明るい、明るいというかですね、太くなっていくわけですね。なんで、鳴らす力がどんどん必要になっていくにもかかわらず、息の圧力はこうゆっくりにしなければいけないわけですね。低い音ってのは、はぁってゆっくりの息出して、高い音ってのは、ふって速い息を出さなきゃいけないわけですね。で、まあ、っていうことがあるので、適切な息圧を出すためのコントロールっていうのが、ま、できてないっていうのが、ま、一つの原因ですね。で、もう一つが、その音量を小さくしなきゃいけないっていうことですね。で、音量を小さくする方法っていうのは、実は、口ではなくて、口の中の状態っていうのを、キーとかですね、クーとか、ヒーとかやって、そもそも通る量っていうのを口の中で、狭める方法を取るのが、正しい方法なんですけども、特に楽器を始めたばかりで、腹式呼吸できてなかったり、そもそも口の中を、ヒーとかキーとか、口の中で息の量を調整するってことを全く分かってない状態で、音を小さくしてって言われることの方がどちらかっていうと多いので、まあそういう人はこうグッと噛んでしまうということが起こるわけですね。まあなので、その対策としてはですね、まあ5つあるかなと思っております。で、まず1つ目、必要な息圧を出すために必要なことということで、腹式呼吸を、やってください。順番としては、まずそもそも体で、息圧をかけられるようにな、なると。で、その上で息をたくさん吸って、それを制御できるようになるっていう順番かなと思ってます。ちょっとまたそれ別の動画で説明するんですけど、するので、ちょっとここではしょりますけど、まあなのでその、腹式呼吸をすることを、最優先にすること。いや、要は、音が出ることを最優先にしないっていうことが大事です。で、これちょっとその後にもちょっと続くので、ちょっとここではちょっとそこまで、話さないです。で、二つ目、長い音符を無理に吹かないようにすると。まあ、長い音符を無理に吹かなくていいんじゃないですかね。まあ、もう、まっすぐね、音をまず、吹けるようになるってことは、ま、すごく大事なことなんで、例えば、4拍にするとかですね。で、いいと思います。なんで、無理に、テンポ、60の8拍とかをやるぐらいだったら、ま、ちょっと短めに4拍ずつ切ってやるとかですね。で、それをやってったら、だんだんこう体が慣れてきて、これぐらいの息の量を入れたら、これぐらいになってくれるんだなってか分かってくるから、その過程でだんだん音量を小さくできるっていうことがあるかなと思うので、まあ、無理に長い、音符を飲まさなくてもいいんじゃないかなと思います。で、三つ目、音量を大きくしない。で、大事なのは響きのポイントっていう話なんですけど、音量ってサックス特にいらないんですよね。で、大体
僕が会う初心者の人だったり、長くロングトーンできないんですであったりとか、今か結構噛んじゃうんですとかって言ってる人ほとんどが、息が全然足りないんですとかって言ってる人ほとんどが、フォルテかフォルテッシモで吹いてるんですよ。それ今どれくらいの音量ですかって聞くと、大体メゾフォルテですとか、メゾピアノのつもりですって言ってるのに、フォルテとかフォルテッシモで吹いてることがすごく多い。なので、音量を大きくしなくて別にいいです。音量ではなくて、響きを大事にすることのが重要です。サックスって鳴るポイントが ありますし、鳴るポイントがそもそもあります。それに合う適切な息圧、息の量っていうのがあるんですね。で、そのポイント、そのスイートスポットを見つけていくことがすごく重要だし、その過程で、ブレスのコントロールだったりとか、倍音のコントロールだったりとかをすることによって、そのポイントを見つけていく。で、最終的には自分と楽器の一番いい音のポイント、響きのポイントっていうのを見つけるっていうのがサックスのいい音の、いい音を出すプロセスなんですね。まあ、なので、音量ではなくて響きっていうのを重視してほしいですし、音量はもう本当にいらないです。むしろちっちゃい音を練習してください。楽しくないかもしれないけど。はい。ということですね。で、それが3つ目。4つ目が、口を、維持しようとしてませんかね。人間こう楽をしようとするので、人間の脳ってなんで維持しようとすると、楽をその結果楽をしようとするので、口だんだん締まってくるんですよ。体使うので、こう息を吐くのって、なんでその体を使うのを少しでも楽にするために、だん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 口締まってきちゃうんで、こうぐーって、でそうするとだん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 こう口が締まっていって、で、しかもだんだん閉まっていくっていうのを人間すごく認識する、だんだん変わっていくものっていうのは人間すごく認識するの難しいんですよ。で、なので気づいたらめっちゃ噛んでるみたいな。で、特にそのなんか楽器練習し始めて 2,3 時間ぐらい経ったら、もうなんかここ痛くてしょうがないみたいなことあると思うんですけども、その理由は、気づかないうちにどんどん噛んでいっちゃっているからなんですね。まあ少なくとも、あ、今閉まってきてるなって思ったら、よし閉めないようにしようじゃなくって、口開けていくようにしようってすると、あんまり閉まっていかないです。で、その過程でさっき言ったことに戻るんですけども、音が鳴ることに固執しないっていうのはすごく大事なことです。はい、そんな感じですね。なんで口を開けていくようにするっていうのが4つ目で、5つ目は、まあその長い音符をなるべく吹かないようにするっていう2番とちょっと似てるんですけども、頻繁にブレスを取るようにしてみるといいです。まあそもそも音量を小さくするとかですね、長い音符そもそも大きく吹かないっていうことは、まあ大事なことなんですけども、例えばメカニカルな練習曲とかやってる時に、ブレスマークとブレスマークの間がすごく長かったりするんですよ。で、そういった時に、なんかもうギリギリまで吹かなきゃいけないし、このブレスマークまで息を吸っちゃいけないって思って、ずっとこうギリギリまで我慢して小さい音で、吹こうとするしようとしてる人たまにいるんですけど、メカニカルな練習って、目的は指を動かすことであって、息を、途切れさせないこと、ブレスマークを守ることではないんですね。で、ブレスマークってあくまで音楽の切れ目、フレーズの切れ目っていうのを効果的にやるために書かれているものであって、その結果演奏そのものが、破綻したり、音そのものがすごいしょぼくなったりしてたら、まあ、全然意味がないわけですよ。なんでブレスマークを守ることよりも、自分の体の中にしっかりたっぷり、ブレスが残っていて、それを制御するためだけの酸素が脳に行っているっていう、こっちの状態の方がすごく重要です。なので、まあ、無理に、ブレスマークを守るような、守ることをさ、こう、最優先にしないで、まあ、頻繁に、まあ、半分ぐらいのところでブレスを取るとかですね、するようにすると、楽器のコントロールもできやすくなりますし、脳にも酸素が残った状態で演奏できるので、いろんなことを気をつけて、生産性の高い、まあ、上達しやすい環境の、練習ができるんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっと長く、今回もちょっと長くなってしまったんですけど、まとめると必要な息圧を出すために噛んでしまう、まあその音が鳴るための息圧、まあ高い、特に高い音を出すために噛んでしまっていたり、音量を小さくするために噛んでいることがすごく多いです。まあなので、その対策としてはまず1個目が、腹式呼吸をまあ最優先にするということ、で2つ目が長い音符を無理に吹かなくていいんじゃないかっていう話で、三つ目が音量はそんな大きくなくていいですよ。で、四つ目、口を維持しようとすると、まあ、だんだん閉まってくるので、口を開けていくって思うと、まあ、ちょうどいいくらいになると思います。で、五つ目が、頻繁にブレスを、まあ、取るようにすると。ブレスマーク、至上主義、ちょっとどうかと思います。
はい、ということで、まあ、要は何のために練習してるのかって話ですね。はい、ということで、アンプシャーを噛んでしまうときに、まあ、時の、まあ、対処法ということで、お伝えしました。サックスヒデさん、ありがとうございます。もしですね、まあ、他にも、質問だったりとか、こういうことを喋ってほしいとかですね、こういう時どうしてるんですかとか、気になることがあったら、ぜひコメントください。まあ、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。